では特集です。来月行われる県議会議員選挙の告示まで今日で1ヶ月となりました。玉城県政2期目の中間評価と位置づけられる今回の選挙について、各政党の代表に県政運営への評価や取り組む政策について話を聞きました。横田記者のリポートです。一昨年の県知事選挙を制し2期目に入った玉城県政、その中間評価と位置づけられるのが来月の県議会議員選挙です。48の議席がある県議会では現在知事を支える与党が24議席、支持しない野党が18議席、是々非々の立場である中立が議長を除いて5議席となっていて拮抗した状態にあります。玉城知事の県政運営にも大きな影響を与える県議会の構成比が今回の選挙で与党が過半数を維持するのか、それとも野党が中立と連携して過半数を取るのかが大きな焦点となります。今回公認候補を擁立した政党の代表者に県政運営に対する評価について話を聞きました。県議会で最大会派を構成する自民党は玉城知事の県政運営を評価は0点と厳しく批判します。私は県民生活が第一の時期にですね、水道料金を 30% 上げたというのがもう県民にとっては危機ですよ。こういう感覚じゃですね、県民に寄り添ってないわけですから。水道料金について県は今年10月から段階的に値上げします。自民党は物価高や円安で県民生活が苦しい状況の中理解が得られないと批判。さらに玉城県政発足後県職員の退職者が増加しているとして県政運営に支障をきたしていると指摘します。玉城知事が就任して平成30年度は34名だったのがですね、令和4年では100名もですね中途退職者が出てですね、まあ、定年退職者の数を初めて上回るっていう数になったんですよ。もう県政の危機、まあ、県政崩壊の始まりだと言わざるを得ないと思ってます。中立の立場である公明党も玉城県政を評価しづらいとして自民党とも連携しながら党勢の拡大を目指します。マイナスの方が大きいというふうに見ております。今回の県会議員選挙ではやはり自民党公明党一緒になって過半数を取るという目標を掲げて今取り組みをしております。また県政運営では基地問題に偏りがあるとして知事が公約に掲げた給食費の無償化を推進すべきと強調します。最高裁まで行って県の敗訴が確定したというようなこともあってですね、もっとこの選挙公約、給食費の無償化であるとかその他のさまざまな政策をもっともっと前に進められるようなそういう取り組みが求められるのではないかと。一方知事を支える与党は普天間基地の移設問題に対し反対を貫く知事の姿勢を評価します。辺野古新基地建設のこの反対の民意というものにデニー知事はしっかりと立っていますので、そういう知事への県政への評価というものがまたしっかりと現れて県政与党のですね勝利で示していくという形になるというふうに思っております。軟弱地盤の存在が明らかとなった大浦湾側の埋め立て工事は今年国の代執行によって強行されました。立憲民主党は政府と対峙する玉城知事と歩調を合わせていくと強調します。代執行という、強硬的な手段で埋め立てを今行っています。デニー県政として対峙をするという立場で臨んでいるわけですので、そこをしっかりと支えながらですね、このような横暴なやり方については許さない。
玉城知事は中国やフィリピン、ハワイなどを訪れ、独自の地域外交政策を発展させています。与党の立場の社民党は国際社会との連携を目指しています。近年は平和外交の部署なども作られて、コロナの後の中国航路で路線ですねの復活などトップセールスで行った手腕というのは非常に高く評価されていいのではないかと思っています。またこうした政策を沖縄の過重な基地負担の解決にも活用していくべきと訴えます。今日本の中の沖縄のおける状態というのがいかに異常で不自然なものかというところを国際社会と連帯しながらしっかりと改善の方に向けて取り組んでいきたいというふうに思っています。沖縄では今自衛隊機能の増強、いわゆる南西シフトが加速しています。社会大衆党は新たな基地負担への反対を玉城知事とともに政府に訴えていくとしています。さらなる軍事強化が、そして、軍事的な負担が沖縄県民にのしかかろうとしているわけですから、この軍備増強にはしっかり反対していくということは重要だと思っております。また沖縄が再び戦場とならないよう、政府の方針によって県民が抱える不安を発信していく考えです。県民としては沖縄を二度と戦場にしたくないという強い思いがあるわけですから、そこはしっかりと取り組まなければいけない。共産党は玉城知事の福祉政策を評価します。福祉の問題でも子どもの医療費を中学校卒業までの無料化を実現させましたし、就学援助金も大幅に拡充させたし、子ども貧困対策基金を新たに60億円積み増しして対策を取るなど、子ども貧困対策に全力を挙げている。県議選では与党多数を維持して県政の継続発展を訴えます。バス料金、モノレール料金の大幅割引制度をやっていく、公営住宅を増やす、こういう県民の暮らしというものをどんどんやっぱり向上させていくと。県政に対し是々非々で中立の立場の日本維新の会は、沖縄の抱える課題の抜本的な解決には至っていないと断言します。辺野古基地建設に関しては、全く公約が守られていないと、県民所得、この貧困率で未だに低い最低賃金、そういう部分を根本的に解決するような政策が見当たらないと。また党本部も掲げる身を切る改革を沖縄から実行していくと強調します。私どもは今議員報酬を所属議員は自主的にみんなカットしています。企業団体へのパーティー券の販売の禁止など、そういうのをですねしっかり取り組んでいきながら、しがらみのない政治をしっかり実現していきたいと。私たちの暮らしや生活にも直結する県政運営、県政の継続発展か、もしくは変革か、その行方を決めるのは私たちの一票です。県議会議員選挙は来月7日告示、16日に投開票されます。そしてこちらが前回の県議選の投票率なんですが、新型コロナの影響もあって過去最低の 46.96% となりました。私たちが暮らしている中でこういった課題を解決してほしいとか、そういった声を誰に代弁してほしいかということで、生活に深く関わることですので、より多くの人に関心を持ってほしいと思います。来月の県議会議員選挙は、年内にも想定されている衆議院解散総選挙や、また来年の参議院選挙への影響も大きいですし、さらに再来年の県知事選挙に向けた試金石にもなります。